ました。ただいまより第53回関東大学女子バスケットボール選手権大会東京医療保健大学対白鴎大使の試合に先立ちまして、レフェリーズのご紹介をいたします。クルーチーフ岩井春香さん、ファーストアンパイア中川美穂子さん、セカンドアンパイア大井洋平さんです。続きまして両チームのスタッフのご紹介をいたします。まずはじめに東京医療保健大学アシスタントコーチ玉木浩二、トレーナー柳田翔子、学生スタッフ鈴木明、深作真宏、島田奈央、変わりまして国語大学部長監督佐藤俊信、アシスタントコーチ佐藤健介、トレーナー樺沢圭一、マネージャー矢倉優、辰巳悦子、宮田美咲、黒川里奈。続きまして両チームのスターティングファイブのご紹介をいたします。まずはじめに白色のユニフォーム東京医療保健大学32番永田萌え、5番カレイのりこ、13番平瀬飛鳥、14番岡田恵里、18番藤本亜希。変わりまして藤色のユニフォーム白鴎大学4番塾丸ひかる、6番山崎玲奈、8番佐藤京香、14番佐坂美希、20番白戸花佐藤や。白東京保健医療大学対青白鴎大学医療スタート、5番13番14番18番32番白鴎スタート、4番6番8番14番20番白鴎メンバー丸さん、あげさん、ダンボー、20番、マンショット1投目。
番の黒は高麗役20番トマノ。アウトオブバウンズ東京医療保険大学ボール。エンドコールボックス。Thank you.
両チーム選手の交代です。東京医療保険大学14番岡田、32番永田、白鴎大学16番菊池が入ります。
7番安藤、11番三好が入ります。7番、11番、2番に
19対17で東京医療保険大学がリードしております。